なんてこった、気抜けももう、名誉も何も立ちまして、こんな形で一発目の動画を迎えるなんて私は思っていませんでした。久しぶりのあまり、声がうまく定まっておりません。私です。どうも皆さん、令和の皆さん、どうも、こんばんは、こんばんは、こんにちは、どうも。あ、オーディエンスの声。あ、花綿もいねよ。久しぶりの動画なのに綿貫さんがいない。何があった？あいつすっかり最近見かけてないけど、何があった？どこ行った？全然動画撮ってなかったけど、どこ行った？おーい、ちょっと待って。わたなし、今回は何の仮装でもいいよ。わたぬきより。ちょっと待って、どういうこと？これもしかしてハロウィンの話なの？今回、何の仮装でもいいよ。つまり、今までこの3年間築き上げてきた謎の綿貫さんの強い情熱、毎度綿貫の仮装をディスるあのスタイル、あれは一体何だったの？魚みかに、なんだそのバッテンなんだ？ハサミだよ。え、どっかにいるのか？聞こえたぞ、なんかどっかにいるのか。まあそうとなれば、綿貫前の考えるのに苦労してたけど、今回は自分が好きなことできるって思えば、まあ、ありっちゃありよね。ありっちゃあり。綿貫がやりたいことやっていいってことでしょ？花綿も聞いてた？花綿もやりたいことやっていいんだよ。何？全然聞こえないや。ということで、皆さん、大変長らくお待たせいたしました。そして本当に久しぶりになってしまって申し訳ございませんでした。次回、第4回目ぐらいですかね、のハロウィンです。今年も気合入れて頑張りましょう。わーおーおー、ほっぺた擦れる。ほっぺた擦れて、静電気で綿なしがおかしく、あんな